実はあの、ぜひ、直接お礼を申し上げたいということで、サプライズゲストの方々にお越しいただいております。早速、お迎えいたしましょう。主演、高橋一生さん、そして、渡辺和隆監督のご登場です。 皆さんちょっとねどよめきがありましたけれどもまずはお二人からご挨拶そして来週公開を控えております、えー、お気持ちも一緒にお話しいただきたいと思いますご紹介させていただきますまずは、えー、人の心や記憶を本にして読み指示を書き込むこともできる特殊能力を持つ人気漫画家岸辺露伴を役を演じられました高橋一生さんです,お願いしますこんばんは岸辺露伴をやらせていただきました高橋一生です 本本日は日はで最速の上映会皆さんなんかとてもたくさんの方がご応募してくださったみたいで1万人ぐらいの方がご応募してくださったみたいですその中の選ばれし500人の方々だそうです <laughs> 本当はもっと多くの方に見てもらいたかったんですけれどあのこう少しずつ 皆さんの目に、えー、触れるというかこの作品自体が皆さんに見ていただけるっていうのが迫ってくるたびにこれまでになく僕はちょっとそわそわとしておる次第でございます、えー、今日これから見てくださるわけですからあのー、皆さんがとっても楽しい笑顔で帰って行かれることを想像して、えー、今日はやってまいりました短い時間ではありますがよろしくお願いいたします ありがとうございますさあそして本作の監督を務められました渡辺一貴監督お願いいたしますはい、えー、皆様今日は、えー、本当にお越しいただきましてありがとうございます、えー、監督の渡辺一貴と申しますもうあれですね 早く見ていただきたいそうですね。とにかく早く見ていただいて、うん、あの皆さんの感想がえ来、ー、たらなと思っております。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。